おはようございます。時刻はただいま6時30分です。先ほどね、朝食食べてきまして、まあ美味しかったですね。営業時間5時半から6時半なんですけれども、私ね、食べるのがね、遅いから、もう、本当はね、5時半に行ったら人いっぱいいるかなと思ったんですけど、全然いませんでしたね。なので、まあ5時半から行って、まあ、ゆっくり食べて、まあ6時10分ぐらいまで 食べてましたけどね。で、フェリーはですね、予定通り6時に東横に到着しています。今ね、対戦ということで延長時間を満喫しているところです。で、肝心のですね、寝心地といいますか、寝心地ですね、はですね、やっぱりですね、まあ、揺れはね、さほど全然感じていなかったんですけれども、エンジン音がちょっとね、気になったかなというような印象です。なので、やっぱりね、カプセルホテルと同じように、もう音がね、気になって寝れないっていう方は、耳栓を用意した方がいいかもしれませんね。で、枕なんですけれども、枕はね、比較的低い位置のものですね。なんで、まあ、もし普段高い枕を使われている方は、ちょっとね、寝にくいのかもしれません。まあ、それにしてもですね、まあ、寝心地云々はさておき、朝食の話に戻るんですけれども、朝食、まあね、画像をご覧になられたらちょっとね、わかるかわかんないかと思うんですけれども、鮭が分厚かったですね。鮭がですね、なんて言うんでしょう、普段ね、私、まあ、ビジネスホテルとかでよく泊まったりするんですけれども、あれよりも2、3倍ぐらいちょっとね、分厚かったような感じですね。まあ、だからあれ、和食は予約制なんですかね。あんまり数が出られると困る商品なんですかね。まあ、とにかくですね、まあ、食べ応えがありまして、で、その他にもですね、ご飯のお供となるものが美味しかったですね。まあ、漬物もですね、まあ、味噌ベースなんですかね、あれ。で、まあ、小魚が入って甘くて美味しかったですし、梅干しもね、結構大きかったですね。まあ、酸っぱいっていうかじゃなくて甘酸っぱいような感じでしたね。あとは、納豆がありましたね。納豆はね、普通の納豆だと思いますね。味噌汁がですね、ちょっとね、私、あんまり飲んだことがないような味でしたね。まあ、甘いですね。一言で言えば甘いですね。赤味噌、白味噌あるんですけども、あれ、ミックスになるんですかね。ちょっとね、わからないんですけども、あれ、もしかしたら白味噌なんですかね、こっち関西の。まあ、普段ね、私ね、塩辛いと言いますか、濃いね、味噌味ばっか 飲んでるので、ちょっとね、新鮮中が、だいぶ甘く感じましたね。ということでですね、まあ、本線は7時までいることができるということで、まあ、のんびりしています。今ね、ブーンっていうね、エンジンをしたんですけど、これもしかしたらね、停船、まあ、船でいう、まあ、車でいうパーキングブレーキみたいなものなんですかね。動かないようにエンジンをね、ちょっとある程度回して、まあ、前後なり左右なり、まあね、スクリュー回してるのかわかんないですけど、かもしれませんね。で、バスなんですけれども、まあ、各方面の今治とかね、なんかちょっとすみません、名前忘れてしまったんですけども、各方面のバスは出ているようです。で、バスをご利用する方は6時20分の発車というふうにさね、アナウンス流れてました。もうね、6時34分なんでね、過ぎてます。で、朝食をね、もしレストランで食べる方に関しては、もう5時半に行った方がいいですね。私ね、特にね、食べるのが遅かったので、まあ、開店時間に行ったんですけれども、それでね、まあ、もし私のペースで行ったら、もう完全に準備してからご飯食べに行かないと完全に遅刻ですね。ですので、もしちょっとね、時間に不安だよっていう方は、朝食持ってきた方がいいですね。持ってきて、まあ、バスの中で食べるのかちょっとわかんないですけど、バスで食べれるのか、それとも、まあ、目的地といいますか、駅で食べるのかというような感じですかね。
朝食はだけど食べれた方がゆっくりできますしね。まあ時間に余裕ある方は断然7時までの、待機線といいますか、延長して休憩することをお勧めします。はい、今回ですね、大阪南港から愛媛の東予港までオレンジフェリーさんの船を使いましてやってきました。まとめとしましてね、いいですね、船旅。よくね、電車でね、昔深夜特急、寝台列車があった時に、よくね、てっちゃんがテレビでね、言ってますけれども、寝ないで、そのまま目的地に行くというような意味がちょっと分かった気がしますね。なんかね、寝てるのがもったいないなっていうような感じでしたね。これね、もう友達と来たらね、やっぱりいいかもしれないですね。なんでっていうか、もう結構ね、ラウンジと言いますかね、そういう話せるとこもありますし、甲板にもね、出れますしね。いいですね。もうお風呂もね、広いし、ご飯も用意されて、もうホテルですね、これ。あとはですね、雑音と言いますか、エンジン音ですとか、船の揺れが気にならない方だったら、もう全然、船旅で行くのもおすすめです。ちょっとね、私はですね、揺れですとか、そういうのがね、結構敏感に感じてしまったんですけれども、全然ね、気にならない方に関しては、もうおすすめですね。夜に出発して、朝に着く、車と一緒に。でね、バスもね、夜行バスももちろんあるんですけれども、夜行バスはね、座席なんでね、今ちょっとだいぶいい席とか、広めのスペース取ったりとかあるんですけども、やっぱりね、座席なので横になれないですよね、完全に。なんか一部では完全個室じゃないですけれども、ほぼ個室みたいなバスもあるみたいなんですけれども、ここのね、フェリーに関しては完全個室だそうです。昔はね、なんか、しゅ、まあ、しゅ、集団っていうか、雑魚寝っていうんですかね、大広間の中で複数人が寝るみたいな席があったみたいですけども、この船に関しては2018年に改良されて、全個室になったそうですので、プライベートもしっかり確保されますし、落ち着いて寝られるんじゃないかなというような印象です。シングルに関しては、鍵がありませんので、貴重品の管理だけは注意が必要です。スイートルームとかね、もう画像で見た限りなんですけれども、全然広いしね、お子様連れだったらいいかもしれないですよね。もう値段もね、人だけだったらそんな高くないですしね、1泊する料金なので、結局ね、例えば車でダーッと行って、その日ね、もう寝るっていうんだったら、夜ね、ここ出て、船の中で寝るっていうのが多分効率的だし、時間も有効に使えると思いますね。とにかく、一長一短ありますけれども、港から港なんでね、ちょっと交通のアクセスが悪いところかもしれませんけれども、大阪南港と愛媛東予港に関しては、どうやら電車が近くにあるので、人だけでも結構ね、便利かもしれませんね。東予港に関してはバスでね、港までも送っててくれますしね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。